自家製チャーシュー丼を作りたいと思います。お醤油、みりん、お砂糖、めんつゆ入れてね、今煮込んでおります。お鍋はあんまりでっかいのとダメだから20センチぐらいのこのちっちゃいのにしてください。そしてね、生姜を切るの大変な方はチューブのね、生姜をこう入れてブチ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 このぐらい入れちゃいますね、このぐらい入れちゃいます。はい、そして次にんにくね、にんにくも切るのめんどくさい方はこうやってね、チューブで売ってますから楽ですからね、これも入れちゃう。ビチ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 って入れちゃいますね。はい、はいはい、このぐらい入れちゃっていいですよ、にんにくはね。でこれでね、これでかき混ぜて、自家製チャーシュー丼。おお、でこれひっくり返したいと思いますね。はい、あ、いい感じで煮込んでますね。よしよしよし、味が染みてね、いいと思います。10分ぐらい、表5分、裏にして5分、10分ぐらいでいいと思いますよ。お酒のおつまみにもいいと思いますからね、やってみてください皆さんね。あよっしゃ、どうかな、裏。おお、いい感じ、いい感じね、煮込んで。こうちっちゃいフライパンだと少しのこのおつゆでね大丈夫ですから、フライパン20センチぐらいでこうやってください。こうやってね、よいしょ、よっこいしょ、あー、よっこいしょね、はいはいはい、